こんにちは。必ず大事なマタツです。 ウィスコンシン州事件犯人の母、公開声明から見える左翼思想の疑問ということで話をしていきたいと思います。はい。えっと、今回あのパレード事件に関する話をしていきたいと思います。えー、この事件の概要よくわかんないな。なんだその事件っていうふうに思う方はですね、あの、過去にあの、まとめてお話ししていますから、そちらの方をぜひご覧いただけたらというふうに思います。はい。えー、この犯人のダレル・ブルックスなんですが、えー、昨年夏に15回目かなの逮捕をされて、で、今年2月に保釈されています。そして 11月にまた逮捕されて、えー、速攻保釈で今回のこの凄惨な事件を起こしたということでもうゆるゆるになってる保釈基準がこのパレードの事件を起こしたんじゃないかということで今批判されているわけなんですよね。 で、えー、裁判で使われていた資料が出てきたわけなんですけれども、これがその中でも一番ショッキングなやつですね。この NCA というのが、えー、保釈した時に犯罪をもう一回犯すかどうかのリスクですね。要は再犯をするリスクがどれぐらいあるかっていうものを見たのが NCA。で、FTA っていうのが、まあ、逃亡のリスクですよね。それをアセスメントしたものになるんですが、えー、再犯リスクはマックスの6。 で、えー、逃亡するリスクは中の上っていうところですよね。はい。で、過去に3回逃亡してる経歴があることを考えるとうん、4はちょっと甘く見積もりすぎなんじゃないかなっていうふうに正直思うところがありますが、はい。まあ、それはさておき、まあ、どちらにせよですね、真っ赤っかの中なんですよね。なので、保釈の決定はそれは正しかったのかなって言われたら、 疑問なわけなんですよね。で、検察は、まあ、今回の保釈の決定に関しては、人為的ミスがあったっていう、ちょっとよくわかんないこと言ってて、で、まあ、あの、彼らの立場としては保釈されるべきではなかったっていうふうに言ってるわけなんですね。まあ、とはいえ、もうこんなもん後の祭りですから、今更何言ってんだっていう話なんですよね。はい。で、裁判所は裁判所で、これ裁判所が関わってきて最終的な決定が出てくるわけなんですが、音声記録が機材トラブルで残ってないというふうに言っているわけなんですよね。はい。まあ、なので、 まあ今お互いが事の重大さに気づいて責任のなすりつけ合いをしている段階なのかなというふうに見ていて思います。はい。まあこんなことが分かってきたわけなんですが、まあまとめるとね、今のその保釈制度の抜本的な見直しっていうのを左翼勢力がどんどん進めているわけなんですが、それ自体にも見直しが必要なのかなっていうところに来ているわけなんですよね。 一部の事件切り取って何言ってんだってうふうに思われるかもしれませんが、とはいえこんなことが起きている以上、それを未然に防ぐのもまた一つの制度の見直しとして必要なものなんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。で、今回なんですが、沈黙をずっと保っていたお母さんの、あごめんなさい、犯人のお母さんがですね、公開声明を出したんですね。まあ、内容ですね、まあ左翼勢力の考えがね、如実に現れているかなっていうふうに個人的に思いましたので、今回ご紹介していきたいと思います。 はい。では、ここから公開声明ですね。シティズンフリープレスっていうものに掲載されていたんですが、神様が今朝、私の心に話す時が来たと語りかけてきた。多くのメディアから声明を求める連絡を受け続けていたが、今まであまり乗り気ではなかった。切り取りされることがないことを願っている。 っていうところから始まっているので、あの、本人の意向を尊重しまして、あの、短くするためにね、あの、意訳はしますけれども、基本的には全文一気にお伝えしていきたいと思いますので、皆さん多分いろいろとですね、突っ込みたいところがどんどん出てくると思いますが、まあ一度我慢して最後までお聞きいただけたらというふうに思いますね。ここは本人の、ね、意向をそ尊重していただけたらというふうに思うんですが、では、続けていきたいと思います。被害者家族に哀悼の意を伝える。 多くの人々が言うような悪い家族で本人が育ったわけではない。キリスト教徒の一家であり、牧師の孫でもある。幼い頃から精神疾患があり、カウンセリングを受け治療薬の処方を受けてきた。成人し、精神疾患ではないと診断を受けた、必要な治療薬、カウンセリングの保険適用ができなくなった。 精神疾患の治療は安くはないが命を落とすこともあるのにお金以上に重要なことは他にあるだろうか支援ではなく彼に与えられたのは牢獄だった何度も何度も精神疾患は適切に扱われなければ悪化の一途をたどることになる自然治癒することはありません許しを請うわけではありませんがこの事件は彼が求める支援がなかったがために起きたものです 精神疾患者のいる地域に必要なのは設備が整い訓練を受けたスタッフが揃っている施設です。老屋は答えではない。景気を終えた後は悪化して出てくることになる。社会としてこの問題に真剣に取り組み壊れたシステムを立て直さなければ重大な結果を生むことになる。この冒険者での一件は全米で起きることになるだろう。精神疾患は現実でシステムは機能不全を起こし直ちに修復すべき。 ダレルのような人々が薬に手を出すのは誰も救いの手を差し伸べてくれない壊れたシステムが原因だ。精神疾患はどこにでもいる。今すべきことは心の傷を癒し一丸となって長くにわたって壊れているシステムを治すために必要な手を全て打つことです。メディアには家電話メールで家族に接触を試みないことを願います。 っていう以上がお母さんの公開声明だったわけなんですが、まあ最後のところはね、日本でも色々話題にはなりますよね、この辺に関してはね。はい。 で、まず、あの、皆さん本当に色々言いたいところあると思うんですが、まあ一応ね、本人、そのお母さんの意図を汲み取るような発言をさせていただきますと、目に見えない精神疾患に関する対応って難しいんですよね。これ皆さんもわかると思いますが、道歩いてる人見て、あの、その人が心に傷を抱えているかどうかって、なかなか判断つきづらいんですよね。まあ中にはね、どう考えても見た目ちょっとなーっていうような、怖いなっていうふうな人もいるかもしれませんが、まあでも、 わかんない人はわかんないんですよね。だからこそ日本では鬱が問題になったりとか、日本どころかまあ世界中ですね、えー、になったりとかするわけなんですが、まあこれは確かに事実だと。で、牢屋は答えではないっていうのも、これ確かに一理あるんですよね。その牢屋に入れておけば全て解決できるっていうわけではないと。これ極端な言い方すると、臭いものに蓋をするみたいなやり方っちゃそういうもんなんですよね。社会のはみ出し物を、まあとにかく牢屋に突っ込んでおけば、 日常の、ね、90%, 90以上の人にとっては、まあ、安心安全な世の中になってますよというふうに見えるわけなので、まあ、確かに老屋が答えではないっていうのは確かに一理あるんですよね。で、さらに再犯の可能性なくすために、まあ、そのためにはその老屋に入った人を社会復帰できるようにすることが必要になるわけなんですが、その支援も必要不可欠っていうのは確かにその通りなんですよね。 その支援がなければ結局その人たちは行き場を失ってまた同じように何か犯罪に手を染めることになるかもしれないそのストレスによって何かやるかもしれないっていうことはそれも確かに一理あるわけなんですよねでさらに言うと犯罪を未然に防ぐための活動であるか努力、うん、まああのすごく大げさな言い方をすると民度を上げるような活動っていうのも必要なわけなんですよね、まあ、この辺が耳なんだろうな聞き心地のすごくいいような 言葉なわけで、確かにその通りだよねっていうところはあるわけなんですよね。でもここで一つ考えないといけないのが、ごく少数救うために社会に危険を及ぼしてもいいのかっていうふうに言われたら、僕は正直疑問なわけなんですよ。なので、完全にか、なんだろう、今、今もね、結局肩を持てないまま、えー、ちょっと批判するような発言に転換してますけれども、結局僕はここが気になって、あの、とはいえっていう感じのところがあるわけなんですよね。確かに、 牢屋に入れておけばすべて解決じゃないっていうのは、まあ、その通りなんですよね。でも、だからいて、と言って、それをしないようになったら、それはそれで、えー、そのね、支援する方法とかがちゃんとまとまってない状態でガバガバやると、今回みたいな事件が起きているわけじゃないですか。まあ、なので、えー、その社会に危険を及ぼしてもいいのかどうかっていう、そのバランスの取れたやり方っていうのが、今の左寄りの人たちって、できてないわけなんですよね。 っていうところが僕は問題だと思うので、一応その肩を持つような発言ある程度させていただきましたが、最終的にうんちょっと持ちきれないよねっていうところになってきます。はい。で、えっと、こっからは完全に僕の感想になるわけなんですが、率直な感想として全体読んで思ったのが、本人含めて我々家族は悪くないと。 悪いのは社会だっていうふうに言いたいように見えてしまうわけなんですよね。っていうか完全にそういうふうに言ってるわけなんですよね。許しを請うわけではないがっていうふうに言ってるけれども、結局悪いのは、そのね、今回の犯人を助けなかった社会が悪いんだ。そのシステムが悪いんだ。何度も何度も壊れたシステムっていう言葉が出てきてるじゃないですか。まあこのあたりからも、 ある、いわゆるその政治的な意図のようなものが正直感じてしまうところがありますね。で、えー、救いの手を差し伸べてくれているように見せかけている左翼勢力に、こういう方々って利用されてるんじゃないかなと。で、それに気づいてないんじゃないかなっていうところが正直あるように見えるんですよね。 自分たちを何としてでも正当化したいっていうところに、まあこういうね、救いの手が差し伸べられているように見えて、で、そこに飛びついて、で、まあ自身の正当化のためにどん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 そっちの方向に伸び込んでいってる人がいるんじゃないかなっていうふうに感じてしまうところがあります。まあその結果今、その秩序の破壊っていうものが進んでるのかなというふうに感じるわけなんですけれども、 手遅れのすになる前に気づくことができるかっていうところが今後重要なわけなんですよね。はい。まあ、ということで、今回その公開声明から見るに、まあ、こういうふうに、ね、とにかく社会が悪なんだ、社会が悪いんだ、システムが機能していないんだっていうところに関する批判で、今回の事件っていうのをまとめようとしているところがちょっと垣間見えてきたので、皆さんにご紹介させてみ、させていただきました。で、これに関わるような話ですね。今、カナダでも起きていますので、これを次の と続くような動画でまた皆さんにご紹介していきたいと思います。はい。えー、とりあえずですね、いろいろな意見皆さんこれあると思いますから、えー、まあ、そもそもどうすればこういう世界って良くなるのかなっていうね、えー、まあ、そんなものが答えがあったら今頃良くなってるんですが、<laughs> えー、まあ、なんか考えがあったらね、ぜひともね、コメントいただけたらというふうに思います。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。えー、最後ですね、えー、家に最近カメレオンが現れましたっていうお話ですね。はい。 これあの、シャワー室なんですけど、僕がね、体拭いてる間ですね、もう、トコトコトコって入ってきて、その、お湯をね、ペロ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 なめるんですよ。あったかいのが好きなんですかねちょっとよくわかんないんですが、はい。あの、もうびっちょびちょになってその状態で部屋の中戻っていくんで、ちょっと勘弁してほしいんですが、足跡まみれになってね、ちょっと大変なんですが、はい。まあ、こういうことするんでね、あの、なんだろう、こういう扉系とかをね、綺麗に入念に洗ってから、そのシャワーを終えるっていうね、そういう習慣がついたことに関しては、うん、デブちゃんナイスっていう風に思ってますが、はい。まあ、 ね、こんなカメレオンみたいな感じでも可愛いですよねまぬけな感じがね <laughs>、はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします